何どうした、Dボーイ。俺に構うな。そうしてやりたいが、あいにくいつまでも落ち込んでもらっちゃ困る風向きでね。地球にはあなたが必要なのよ。アダムとまともに戦えるのはお前だけってのは悔しいが、明らかな事実だからな。ラダム。やめろ。やめろ！Dボーイ！Dボーイ。しっかりしろ、Dボーイ！Dボーイ！やめろ！やめてくれ！テッカマンになってラダムと戦う。それがお前の全てじゃなかったのか、Dボーイ！やめろ！俺は誰も殺したくはないんだ！お前、もう何もかもたくさんだ！放っておいてくれ！Dボーイ！やめろ！やめてくれ！いつものあなたはどうしちゃったの？あなたはいつも自分のために戦ってきたじゃない。それを タフなやつだぜ。体にはエビルやダガーと同じ悪魔が住んでいる。俺はいつ殺人マシンになるかわからないんだ。Dボーイ、お前、クソ。俺は化け物になるかもしれない。ブレードはどうした？さてね、人のことより自分のことを心配した方がいいんじゃないか？ザコ。ザコかどうか、やってみなければわからないぜ！たとえテッカマンエビルといえども、こいつを全部打ち込めば。まだわかってないようだな。テッカマンの攻撃が止んだら総力を上げて援護だ。これだけ打ち込みや。ボルテッカを少しは研究したらしいが、所詮ザルマネ。本物がどういうものか見せてやる。第一部隊、第二部隊、通信が全て途絶えました。こちら第三部隊、ラダム銃の群れが。おお。あとはお前たちだけで十分。好き勝手にしてくれたお礼はしなければならない。行け、ラダム銃よ。人間どもを存分に叩き潰してくるがいい。
オービタルリングより多数のラダム銃効果。なんだと。落下予測地点は。少しお待ちください。ここです。何、この連合防衛軍本部です。体に潜む悪魔に怯え、 D ボーイは戦いを拒絶する。その凍てついた心に秋の叫びがこだまする。次回、宇宙の騎士テッカマンブレード復活、怒りの変身、仮面の下の涙を拭え。